お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM2024 大相撲カード開封動画後編の10パック開けていきたいと思います。それでは早速ねやっていきたいと思います。まずは、前編の失礼、また後編の一袋目でございます。失礼いたしました。翔猿関、朝乃山関、武尊富士関で獅子関のカードでございます。妙義龍関、これは阿久和関のカードでございます。2袋目でございます。これは狼牙関のカードでございます。三役呼び出しの五郎さんでございます。剣翔関、狼牙関、三役行司の木村、久之助さんでございます。妙義龍関でございます。3袋目でございます。で新大関のこれは琴ノ若関、現在のね、琴桜関のカードでございます。竜禅関、大昌磨関のカードでございます。玉鷲関のカードでございます。修羅の海関、これは大奄美関でございます。4袋目でございます。大栄翔関、これは平戸海関のカードでございます。福出し呼び出しですけどね、これは勝之さんでございます。ちょっとね、言葉が間違ったらごめんなさい。島津海関、東白龍関のカードでございます。で阿炎関のカードでございます。5袋目でございます。翔猿関、島の海関のカードでございます。豊昇龍関のカードでございます。これは湘南の海関のカードでございます。で横綱照ノ富士関でございます。でこちらですね、対馬灘関のこれカードでございます。6袋目でございます。大栄翔関で武尊富士関がね優勝した時のカードでございます。熱海富士関で貴景勝関、三役呼び出しの、これ四郎さんでございます。これは翠富士関、7袋目でございます。三役呼び出しの、これは、茂雄さんでございます。豊昇龍関、湘南の海関のカードでございます。で三役行司の木村陽道さんでございます。これは対馬灘関のこれカードでございます。継承カードです。で霧島関のこれ継承カードでございます。8袋目でございます。失礼いたしました。豪ノ山関、
阿鼻関、平戸海関、浦関、三役行事の木村幸之助さんでございます。琴ノ若関、現在の琴桜関でございます。中袋目でございます。三役呼び出しの、これは茂雄さんでございます。豊昇龍関、御嶽海関、大関昇進のこれは琴ノ若関、現在の琴桜関でございます。三役行事の木村陽道さんのカードでございます。縦行事の木村翔之助さんでございます。でラストの、10袋目でございます。島の海関でございます。豊昇龍関でございます。貴景勝関でございます。照ノ富士関でございます。翠富士関でございます。で最後はこれ王鵬関でございます。はい、以上で BBM2024 大相撲カードの開封動画10パック終わりたいと思います。直筆サインカードね、出ませんでした。大変申し訳ございませんでした。で次回はですね、エポックの、2024年阪神タイガースのね開封動画やっていきますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。